にちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、大抵の生き物はオスとメスに二分され、それぞれが社会的、生物学的な役割を持っているよね。まあそうだな。でも今、人間のオスの役割が脅かされようとしてるんだぜ。え？なんで今回はそれについて話していこうか。気になる気になる。それではゆっくりしていってねえ。まずは人間のオスの残念なポイントだが、特に20代、30代の健康な男性の場合、女性に対して交尾したいという欲求が強くある。いきなりはっきり言うのね。これは種としての本能であり、子孫を残していくためには必要なことなんだが、これが強すぎて賢く生き延びるという生き物として重要な点をないがしろにしてしまうんだ。どういうこと？この本末転倒さが残念なポイントだが、これは人間の男性よりもクジャクの例を挙げるとわかりやすいから、クジャクの話をするぜ。急にクジャク。動物園でクジャクを見たことはあるか？もちろんだよ。なんといっても印象的なのは、その見事な尾羽だよね。美しい尾羽を持つのはオスのみで、メスの尾羽は地味で小さい。しかも、そのオスが持つ羽も実は、実際には春から夏にかけての、短期間しかその尾羽を堪能することはできないらしいんだ。へぇ、そうなんだ。ずっとあの状態じゃないんだ。ずっと尾羽があるわけではなく、夏を過ぎると全て抜け落ちてしまう。その理由は、もちろん動物園に来た人に見せるために尾羽が生えているのではなく、求愛行動に使うのが目的だからだぜ。そっか。発情期を迎えると、オスのクジャクはメスの前で尾羽を広げ、ダンスを踊って求愛する。そしてメスのクジャクは、尾羽の美しさなどからそのオスを繁殖相手として適切であるかを判断するんだ。つまり尾羽は、オスからメスに向けたセックスアピールだね。驚くべきことに、メスのクジャクは尾羽についている140個以上の目玉のような模様の数を、正確に見分けることができるというんだ。え？あの模様140個もあったんだ。しかも、それぞれ違って、見分けれるってすごい。事実、目玉模様の数が多い尾羽を持つオスほど、繁殖相手としてメスに選ばれているようだ。多い方がいいんだ。でも、同時に、天敵であるトラやゾウにはその派手な羽のせいで格段に見つかりやすくなってしまう。あ、ダメじゃん。見つかりやすく大きな派手な羽というハンデがあるにもかかわらず、生き残っている優秀な個体、とも言えるため、非合理的であるはずの飾り羽の大きさがメスへのアピールになるのもわからないでもないが、ちょっと本末転倒に思えるよな。なるほどねー。テストステロンって知ってるか？知らないよ。テストステロンとは、男性ホルモンの代表であり、筋肉質な体型やがっしりした骨格などいわゆる、男性らしさを構成するために重要な性ホルモンなんだ。今時、男らしいとか女らしいとか言ったら叩かれるぞ。そうだが、ホルモンの話だから許してくれ。思春期に急激に分泌量が増えることにより、身体や精神の発達に大きく影響し、第二次成長と呼ばれている。分泌量を年齢の推移で見ると、多くの場合は10から20代をピークに急激に増え、その後は緩やかに山形のグラフを書くように減少する。でもテストステロンの減少には環境やストレスが大きく関わっており、40代以降急激に減少するケースも少なくないんだ。いろんなストレスがあるもんね。一方で、80代を過ぎてもテストステロンの分泌量が40代の平均値をキープしている方もいる。テストステロンの減少には個人差があるんだね。このテストステロンの分泌量が増えると体格が良くなり、体毛も濃くなるため男らしい容姿になる。また、テストステロン値の高い男性は力がみなぎっているので、仕事やプライベートに対しても、常にエネルギッシュで、チャレンジ精神も旺盛なんだ。ほうほう、ある研究では、たくさんの仕事をこなして社会的に成功している男性は、テストステロンの量が他と比べて、かなり多いという結果もあるんだぜ。こういった男性は自分への自信も高く、女性に対しても積極的になれると言える。男性的魅力が上がり、モテるというのも必然的ということか。男性ホルモンの量が多く健康的な男性は、女性の動物的な本能の部分を刺激すると言えるんだ。ある研究で、ラットのオスにテストステロンを注射したところ、途端にラットのメスが、群がってくるという結果が出ている。これと同じように、人間の女性にも子孫を残すという本能が、備わっているため、テストステロンの量が多い男性に本能的に惹かれるんだ。本能的にか、優秀な遺伝子を持つ男性を選ぶことができれば、子育ての環境も整いやすくなるものだしな。女性は、無意識のうちに健康で強い個体を選んでいるんだ。すごいね。生物が次世代に優秀な子孫を残すためには、優秀な配偶者と交尾することが不可欠となるよな。そのため多くの生物のオスは、メスをめぐって争ったり、派手な飾りや鳴き声でメスを誘ったりする。
しかし、メスが好みのオスを選ぶ基準、仕組みは明らかになっていなかったんだ。でも、静岡大学、北海道大学などの研究グループが、鳥のウズラを対象に、メスのオスに対する好みを調査したところ、メスは血中のテストステロン（男性ホルモン濃度）の高いオスを好むことが分かったそうだ。やっぱりテストステロンなんだ。研究グループによると、テストステロン濃度が高いウズラのオスは、繁殖期になると頬羽の赤色、黄色の発色がやや強くなるという。これは人間では見分けがつかないレベルの変化だけど、メスは繁殖期になると目の感度が向上して色の違いを見抜き、より濃度が高いオスを好むようになるんだ。ウズラのメス見る目あるのね。実験では、長方形の実験装置の両端にオス、中心にメスを配置し、メスがどちらを選ぶかを調べた。メスが近寄ったオスの共通点を調べたところ、いずれも血中のテストステロン濃度が高かったというぜ。一方、精巣を除去したオスや、繁殖状態でないオスは選ばれなかったんだ。さらに、テストステロン濃度に比例して頬羽の赤さと黄色さが増すこともわかった。でも、濃度が高い場合でも、頬羽を除去するとメスは近寄らなくなったようだ。やっぱり目で見て判断してるんだね。また、実験装置を長い光の波長をカットする特殊なフィルムで覆うと、メスは魅力的なオスを判別できなくなった。そのため、メスは視覚で好みのオスを選んでいると言えるぜ。ウズラもイケメンが好きなんだね。さらに、繁殖状態にあるメスとそうでないメスの網膜を調べたところ、後者は赤色を識別する脂物質、赤オプチンの発現が顕著に低下していた。そのため、メスは繁殖期のみ目の感度が上がり、オスの頬羽の色を見分けていることがわかったんだ。いつもイケメンを探してるわけじゃなくて、自分が必要な時に探せるようになってるんだ。素晴らしい能力だな。男性ホルモンは環境の悪化やストレス、栄養状態の悪化に敏感に反応して低下するため、濃度の高いオスはコンディションが良いと言える。メスはコンディションの良いオスと交尾し、子孫に有用な遺伝子を残そうとしているのだと解釈されるということだ。メスに選ぶ権利があるところがいいね。テストステロンは肉体の変化、生殖機能だけでなく、心身の健康にも深く関わっているぜ。細胞の健康維持を図る働きで、マイナスの感情である怒り、不安を落ち着かせたり、幸福感楽しみといったプラスの感情や別名、やる気物質の元であるドーパミンの産生を促すなど、バイタリティ溢れる日々を送るために欠かせない役割を持つんだ。また、認知機能にも関与しており集中力や記憶力の維持向上。社会で活躍する男性にとっては重要なことばかりだね。困難を伴う忙しい社会生活を人間が生き抜いていくためには、絶対的に欠かせない分泌物質なんだね。テストステロンのデメリットとしては、攻撃的な行動に関係していることが知られている。新たな研究で、テストステロンと攻撃的な行動の関係は双方向だということがわかったんだ。つまりどういうこと？テストステロンの分泌によって攻撃的になるだけではなく、攻撃的な行動を取ることによって、テストステロンが分泌されるということだ。しかもそれは男性でも女性でも同じように起こるんだ。それは攻撃的な人はテストステロンが増えてどんどん攻撃的になっちゃうってことかな。大変だね。どうやら男は人類を滅亡へと導こうとしているらしいぜ。え？どういうこと？というのもヘブライ大学イスラエルとマウント、サイナイ医科大学アメリカの研究者らが発表した調査結果によると、米欧及びオーストラリアとニュージーランドに暮らす男たちの精子数はこの40年で半分以下に減ったそうなんだ。つまり、今の男性は祖父の代に比べて半分しか精子を作っていないということだ。それって、私たちの生殖能力は半減してしまっているってことじゃん。この論文は、ヘブライ大とマウント、サイナイの疫学者や臨床医などからなるチームが既存の論文、185本のデータにメタ分析を加えたもので、約3000人の男の精液を調べたものだ。結果は、人類がすでに繁殖不能への道を歩み出している可能性を示していました。精子数は1973年時点で精液、1ml あたり9900万個でしたが、2011年には4700万個に減っていた。しかも減少ペースは上がっていて、悪くすればあと40年でゼロになるのだという。あと40年でゼロ？社内 HS1 は、私たちの研究が何を意味するのか、という質問には答えられないと前置きしつつも、これからどうなるのか、人類はいつ絶滅危惧種になるのかといった質問になら答えられる。人類は間違いなく絶滅に向かっています。こう断言したんだ。つまり、遠からず男と女のナチュラルなセックスで子を産むことは不可能になり、いずれは不妊治療の手も尽きて、絶望した最後のホモ、サピエンスは、過疎の大都会をさまよって最後の日を迎えるというシナリオだ。そんなの嫌だ。そんな事態に、なんで私たちは気づかずにいたの？基本的には、余裕があったからだな。5つの卵子を受胎させるには5つの精子で十分なのに、
昔の男は1回に2億個もの精子を放出してきた。ですから、2億個が1億個に減っても心配はなかったんだ。一方で人工受精の技術も進んだから、少ない精子で受胎が可能になった。いわゆる少子化が問題になっても、男のせいだとは思われなかったんだ。経済的に自立したい女性が出産を遅らせ、出産の回数も減らしているせいだと言われていたよね。実を言うと、生殖医療の専門家は何年も前からこのことに気づいていたんだ。精子の減少を示唆する研究は、1970年代からあったが、決定的な証拠はなかったんだ。そこでスワンは3年前に、ヘブライ大学の疫学者ハガイ、レビンやデンマークの内分泌学者ニールス・ヨルゲンセンらと組んで既存、統計学的な思考で問題の全体像に迫ろうとした。結果は衝撃的だったんだ。精液 1ml あたりの精子数が1973年当時に比べて半分以下に減っただけでなく、精子の総量も6割近く減っていたんだ。つまり精液の量が減り、そこに含まれる精子の数も減っていたということだ。そうであれば事態は一段と深刻だよね。そうなんだ。一般に、精液の濃度が薄い男性は死亡率が高く、糖尿病やがん、心臓病などになりやすいとされているんだ。さらにテストステロン男性ホルモンの分泌も減っている。しかも驚くべきことに、まだ母親の体内にいるうちから足りていないんだ。生まれてくる前から？身体的な性差の指標の一つに肛門、性器間距離 AGD というものがあるんだ。男性の場合、AGD は女性の2倍というのが相場だ。でも男性ホルモンが少ないと AGD は短くなる。そして AGD が平均より短い男性は一般に生殖能力が劣り、精巣の形成不全や精巣がんになりやすいという。なんでだろう？この答えは、意外なところにあったんだ。小児内分泌学の権威であるニールス・E・スカケベック、お年82歳の彼は、男の不妊は深刻な危機だと言い、今やデンマークの男の20以上は父親になれない、と述べている。スカケベックが最初に異変に気づいたのは1970年代の後半だという。男性不妊患者の精巣に異様な細胞を発見したことからだった。それは精巣がんの前駆細胞で、しかも胎児のうちに形成されていたんだ。精巣がんになることを宿命づけられて生まれてくるってことだ。地球の中で、一体男の胎児に何が起きているの？研究を続けたスカケベックは、精巣形成不全と呼ばれる一連の症状、精子の劣化や精巣がんを含むが、体内で始まることを突き止めた。妊娠中の母親が飲酒や喫煙を続けると胎児に、悪影響があることは知られていた。そうしたストレスが胎児の生殖能力も損なっているのかと思われた。でもスカケベックは、もっと決定的な原因を見つけたんだ。それは産業革命に始まり、20世紀における石油化学産業の勃興がもたらしたものだ。産業革命？石油化学産業の勃興。石油の浪費による二酸化炭素の大量排出は地球の温暖化を招いたが、石油化学産業はプラスチックの微粒子をまき散らし、それを体内に取り込んだ私たちのホルモン、とりわけ女性ホルモンと男性ホルモンのバランスに深刻な影響を与えていたんだ。怖い。人のホルモンバランスに悪影響を及ぼす合成化学物質は、専門用語では内分泌攪乱物質と呼ばれる。通称、環境ホルモンだな。私たちが日常的に使うプラスチック製品の可塑性や、強度を高めるために使われる物質の多くは、この環境ホルモンだ。妊娠中の尿検査で、こうした物質が、高濃度で検出された女性から生まれる男児は AGD 括弧精液と肛門の距離が短く、ペニスも短く精巣が小さい傾向があったんだ。オーマイガー。スワンによれば、胎児の睾丸が男性ホルモンを作り始めるのは妊娠8週目の前後で、その頃から環境ホルモンのせいで男性ホルモンが足りなければ、AGD が短くなるのも当然と言える。私たちはプラスチックに囲まれて生きているよね。ペットボトルや食品の容器、サプリメントや、錠剤の抗菌具、柔軟剤や乳化剤、洗剤、便利な包装剤、食品加工の装置にも使われているから、微量ながらも確実に私たちの口に入るよね。現代社会に生きる私たちは、いやおうなく環境ホルモンを体内に蓄積させているんだ。しかも、その影響は遺伝していくぜ。肥満による精子数の減少は遺伝しないが、化学物質の影響で男性ホルモンの分泌が減った場合、その傾向は息子に受け継がれるんだ。つまり精子の少ない親から生まれたこの精子は、もっと少ない可能性があるということだよね。研究者たちは、明るい希望を持つのはいいが、最悪の事態に備える必要もある。人類が滅亡に向かっているというのではない。滅亡の確率を予想するつもりもない。ただし滅亡の、可能性がある以上、きちんと備えをすべきだ。
その備えが、今はない、と言った。レビンはシンポジウムでも、内分泌系に障害をもたらす化学物質に対して、今すぐ行動を起こす必要がある。そうした、化学物質が安全だというのなら、それを証明する責任は製造業者にある、と述べた。参加者からは、疫学的な研究つまり統計的なデータ分析だけで因果関係は、立証できないとする慎重な声も上がったが、最終的には、参加者全員の共同声明の形で、警鐘を鳴らすことが決まったんだ。よかった。男性の健全な生殖機能の維持は人類の生存に不可欠であり、その低下は看過できず、よく研究されるべきなんだけど、現時点では研究資金も世間の関心も足りていないそうだ。そっか、プラスチックに含まれる環境ホルモン内分泌攪乱物質を規制するのは難しいことだよな。ある化学物質の使用を禁じても、すぐに代替製品が開発され、別な化学物質が環境中に放出されてしまうからな。それに、石油化学産業は巨大で政治的な影響力が強く、資金も豊富だ。自分たちの製品がいかに有益で、いかに無害かを立証するような研究には潤沢な資金を提供する一方、自分たちのウェブサイトにはレビンやスワンの研究に疑問を突きつけるような論文を掲載しているんだ。いくらタバコの危険性が指摘されてもタバコ産業が滅びないのと一緒で、石油化学産業も簡単には滅びないってことなのか。それに、今の私たちはプラスチック製品なしに生きていけないだろうな。そのせいで精子の数が減るのだとすれば、なんとか別な方法で男の生殖能力を維持することはできないのかな？どんなに男の精子が劣化今のペースでいけば、2034年には精液 1ml あたりの、精子数は200万個にまで減ると試算されているしても、きっと繁殖を可能にする技術的な、解決策があるはずだよな。体外受精の技術は進んでいるし、いざとなればプラスチックに、汚染されていない代理父の精子を借りる手もある。技術革新に限界はないもんね。仮に男の精子がゼロになっても、幹細胞を培養して精子を作るという、奥の手がある。体外配偶子形成（IVG）と呼ばれる技術で、2016年12月には京都大学の斉藤徹樹教授らのチームが、マウスの胎生幹細胞から精子の元になる細胞を作り、これをマウスの精巣に移植して精子に育て、めでたく妊娠出産にこぎつけている。おお、ちなみに実験で使った幹細胞はメスのものだ。ということはつまり、少なくとも理論上は、男がいなくても精子はでき、人類は生き延びるという未来が訪れても、おかしくはないんだ。どんまい、まるで SF のような話だけど、人間が単性生殖になる日も遠くないのかもしれないぜ。これが人類にとって進化なのか、はたまた種の存続を脅かすのか、気になるところだね。人類の進化の過程で男性と女性の役割も変化を遂げているけど、私たちの想像を超えたところまで行き着くのかもしれないな。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。